ジーマンとマナさんが行くメソレどうもマナさんです。ジーマンママです。僕たちは北海道3ヶ月を終え青森を回った後ね、そのまま一気になんと沖縄に来てるんです。メソレ、なぜ来ましたか？ビーチで泳げるのが10月いっぱい。知ってましたか皆さん、10月いっぱいまでは沖縄は泳げます。公共のビーチとかね、だいたい10月末まで。そうなんですよ、10月末が多い、ということで慌ててやってきました。そうなんです。そしてね、10月を選んだのもビーチもですけどね、やっぱり観光客の皆さんが夏の間に来て、まあ、引けます。ちょっとね、まあ、全体的に暇になってアクティビティの予約も取りやすい、まあ、料金もねちょっと安くなったりと、いろんな意味でこの10月11月はメリットだらけの沖縄なんです。沖縄最高です。こうしてね一気に来た以上約3ヶ月います。北海道と同じように美味しいもの、見どころ、今まで現れてない車中泊スポットなどお届けしたいと思いますので。はい、私は海の中がメインです。僕は陸かな。ということでね、はい、まあ、いろんなことをやっていこうと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。なんくるないさで、その人らはみんな急遽ダメで、どうしようかいう感じになるわけでしょ。だからそういう場合というのは、例えば臨時便を明日天気が良かったら明日出すとかいうようなこともあるんですか、ケースとして。あるんですね。ほうほう、びっくり行政、そんなバナナ、まあ、ちょっとびっくりしました。今日乗る気だったわけじゃけ、もう全部詳細はわかります。はい、はい、23日は鹿児島から沖縄那覇港まで。はい、はい、では、予約番号ですが、はい、2042、はいでございます。はい、長さが6メーター30。すいません、大型の車でしたらもう満車でございますが。ダメですか。小型のお車は、はい、空きはありますが、大型車は恐れ入ります。ああ、ダメですか。はい、わかりました。ありがとう。はい、18日の後の、そうそう、また天候でダメになった時があるんです。あるんで、20日というのは今のところどうですか、今のキャンピングカーで。いっぱいでございます。じゃあ次、その後はもし空いてるのはいつですか、22とか24とかやったら。ちょっと1日ずつちょっとお調べしないといけない。すいません、じゃあ22で。はい、そうですか。じゃあ一応22日も予約していただいとっていいですか。恐れ入りますが、その18日今お取りしてるんでしたら、ちょっと20の予約が受けたまわれなくなってまして。あ、そうなんですか。じゃあそのでも18がまた急遽欠航になった場合って、でも他の人がもう予約してたらダメになるんですよね、今の時点で22が空いてるのに。そうなんですが、ちょっと20でのちょっとご予約お取りすると、またその満車状態が多く出てしまう結果になってしまうので。はあはあはあ、大変申し訳ないですが、18日の、はい、運行次第でちょっとお決めいただけないでしょうか。人生初めて本格的な DIY です。ボックスをちゃんと固定できとるじゃん。このスパン、はい、おお、素晴らしい、素晴らしいじゃん。鹿児島沖縄間を結ぶフェリーは2社です。マルウェイフェリーとマリックスライン。予約を入れるときにね、この2社に両方予約を入れておき、乗船できることになればもう1社にキャンセルをする。それでもね、キャンセル料はかかりません。欠航するときが多いので、
調べてみたら7月から12月は 2,3 割で欠航してました。そこでこういうやり方をするのはおすすめです。さあ、いよいよ鹿児島を出発します。13日の予約がキャンセルになってね、その後5日間鹿児島をさまようと覚悟していましたが、次の日の臨時便に乗ることができました。25時間の船旅を思うと不安と楽しみがありますが、いよいよスタートです。お、広いじゃん。はいはい、あ、これはゆっくりできるね。ゆっくり僕らができるじゃん。ジンバラができるのじゃけ。よし、一人行きましょう。うん。あ、暑い。電子レンジ欲しいよね。出た。もう出航した？ほんまだ、今出た。はい。2日目は朝4時から入れるんだ。ゆっくり入れるんだね、朝ね。はい、では。飲みのご利用。
入れるわけないじゃん。なんで？湯船に湯は溜まってないし、シャワーだけだし、びっくりするよ、ほんま。コロナの影響で、でもコロナでもお風呂いっぱい営業しとんのに、どうしてここのお風呂だけ営業停止なわけ？湯船の周りはホコリかぶっとんよ。汚かったろ。うん。しかもどうしてくれるの？え？シャンプーとリンス。ない石鹸も売店でお買い求めください。でけ外からおいおいって言ってどん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 ってやるようなのにもう。じゃあってシャワーの音がしておるけ、この人シャンプーとかも何も持っていってないのにどうするつもりなんかなと思ってから。ほんでわしは何で洗ったと思う？歯磨き、洗顔クリーム。あ、洗顔クリームで体洗ったん？全身。だから頭も洗ったん？頭洗えるよ、洗顔クリーム。へえ。皆さん洗顔クリームはパリパリになりますからやめてください。湯ののれんかけとかねえじゃん。そう、あんなにあのサンフラワーとか、あ、風呂ってすごいんよ。だってこの船何人乗るって言った？200〜300人。普段は200〜300人の乗客がおるって。どうやって風呂入るの？あの風呂でね。とにかくこの沖縄のフェリーは、びっくりするぐらい。ちょっとね、たまげたね。合計でいくら払ったんだったっけ？22万。2万ぐらいね。2つで約3ヶ月半ですね。そこからまだ回ってない東北地方をね、回ってもよかったんですが、夏はね、本当は沖縄に行きたかったんです。前の動画でも言いましたけど、やはり沖縄といえば海です。北海道本当良かったんだけど、今年も海に浸かりたいということで急遽沖縄を目指すことにしました。いろんなとこ行くのにフェリー乗ったことあるけど、正直このフェリーは一番悪いかもしれませんね、サービスとか。沖縄に行くにはキャンピングカーを持っていく前提でいろいろ調べました。貨物としてね、いろんなところからそれは運べるんですけど、私たちは飛行機で行かないといけない。そして何が一番嫌だったかというと、飛行機の場合はね、犬って荷物として預けなくちゃいけないんですけど、荷室に入れられるんですね。すると、フレンチなんかは特にね、なくなるケースがあったりねするので、そこを一番まあちょっとネックになって、どうしてもボーダーでみんなで行こうとすると、今は航路がもう鹿児島と沖縄はここしかありません。そういうことでバナナの新しい旅は南の楽園沖縄に続きます。
おはよう。おはよう。おはよう、ちゃびちゃん。おはよう。誰もいません。貸し切りよ。では朝食会場に行ってみたいと思います。はい、それでは本日のマリックスタインの朝食和食です。あと1時間したらね、なせこにご飯のお仕事を作ります。かなり揺れてますね。現時点でございますが、最終港沖縄那覇港の入港予定時刻は午後9時20分を予定いたしております。20分遅れ。本日のご乗船誠にありがとうございます。うわ、ほんま綺麗。ちょっと怖いけど。あ、ほんと怖いね。見たことないね、こんな色。これ、沖縄じゃん。うん、夜はもうそれこそ沖縄に近かったんだよ。なお、下船の際に乗船券を回収させていただきますので。ボーダーバンクス。
沖縄初上陸、めっちゃワクワクしてます。道の駅がね、一番近い豊崎で車中泊して、これから本格的な沖縄旅をスタートしますので、皆さんよろしくお願いします。